のバーチャルリアリティ先行プラネタゲートログイン。プラゲーのデビューになりたい女の子募集オーディション応募しちゃうぜ。講座やっちゃう。おはい、それではですね、実際に応募をやっていきたいと思います。よーい。なんとスマホだけですごい応募できるということで、近未来ではまずですね、うん、その声優になりたい女の子募集オーディションのサイトに行きます。で、サイトに行きますと、こちら一番下の方にてて審査員ですが、ありました。台本ダウンロードはこちら、こちらボイスサンプルの台本がございますので、そこをタップして開きます。じゃーん。で、ここにセリフがなんと出てきますので、こちらをスクショまたはノートなどに書き写して、そうだね、読めるようにします。では今日は、ノートに書きます。お願いします。あよ。例えばアドリブ10秒程度練習の回想。アドリブなんだ。やっぱこれ部活にさ、部活何部なんだろうね。何部がいいかな。運動部だったらスポーツ系。確かにちょっと熱血な感じは。バスケとか。バスケ部になったことないからバスケ部にしよう。でもちょっと自分たちと合わせた方がいいから、自分たちが番組でやってる辛かったこと。相撲部かもしれんしな。あ、いいじゃん、相撲部にしよう。これ10秒ぐらいじゃない？うん、で、次、ほら、ごまかさないと。ああ、確かに。ごまかさなんだ。アドリブ10秒程度。ここもごまかす。太郎さんだったらどうやってごまかすの？こういう状態でしょ？うん。なんちゃって。失礼しました。びっくり。逃げたんだね。刈谷さんだよ、うん、こちらがサンプルの、はい、台本となります。解けました。やったー。はい、はい、そしたら次はですね、ウェブサイトでその下の方に行くと、必要項目っていうところが出てくるので、そこをコピー&ペーストしていきます。おじゃ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 、すごい中指を駆使してプロ。これ一気に下の方までコピーできるので、して、そしたら、先ほどの LINE のトーク画面に戻ります、で、そこに今コピーしたやつをペーストをします。貼り付けてください。で、あとはここを入力していきます。いや、まずは氏名。氏名はまずは文章を送ります。はいはい。で、いいかな。で、次に送っちゃったよ。写真がはい、なんと必要になりますので、うん、顔写真と全身写真を撮ります、はい。で、LINE はこのまますぐピッてやると、カメラに止めるので、任せてください。じゃあ自撮りのプロを。あのですね、まずは光を見つけるところからですね。光探してるぞ。いいんですけど、あ、やっぱりプロは上の方が。そうですね、絶対に上から撮った方が漏れます。お、あと手がちっちゃい人は3、2、1、はいで開くといいです。じゃあ3、2、1、はいで、じゃあお願いしますよ。ちょっとでも無言かも。心の中でじゃあ3、2、1やって撮っています。漏れてる。お、漏れた。おい、おいおい、ほら、あー、目が大きい。撮れましたね。これじゃあそのまま送信、そのまま送信して、あ、じゃあ全身写真を、はい、じゃあ撮ってください。太郎もじゃあ裏技をしますよ。この状態よりもくるりん繰り返しました。綺麗に足が長く取れます。へえ、どうでしょうか。どうだどうだ。はい、あ、良いんでは。良いのでは。これも送ります。そのまま送信。送信。では次にですね、いよいよ、ボイスサンプルを送ります。マジ？あー、ドキドキですね。で、先ほど書き写したセリフを読んで送ろうと思うんですけれども、はい、こちらも LINE でね、マイクのマークあるので、そこを押すと送れます、うん、そう、これね、あの、大体ちょっと30秒 ?90 秒 ?90 秒ぐらいしか撮れないので、あの、長いセリフだとちょっと分けた方がいいと思います、なるほど。では、ここ長押ししながら緊張すんだよ。どこがマイクかな。そこかな。どこがマイクかな。行くよ。
はあ、どうしてうまくいかないんだろう。やっぱり私なんかが部長じゃダメなのかな。ダメダメ、落ち込んでたらみんなを引っ張っていけない。辛くて苦しい練習にも耐えてきた、重ねてきた。例えば洗濯バサミ相撲とか手押し相撲とか、あとなんかからしをそのまま食べたりとか、なんか罰ゲームであのすんごい苦いジュース飲んだりとか。ほらやっぱり私ってばすごいじゃん。よーし元気出てきた。それぞれのキャラクターが必要ですから。あ、なるほど。よろしくお願いしますっていう、もうありきたりなのじゃダメなんです、うん、例えば例えばそうですね、例えばあの自分自身をアピールした方がいいと思いますのでない髪の毛かき上げるちょっといや、ふかふかうってよ、ちょっとふか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 から始まるのね。ふか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 ほわかしたこう、あ、なんかキャラクターアピールして、このふにゃーってふにゃーってやつ、ちょっとね、ふにゃーってやつね、ふにゃー、ふにゃー、よろしくお願いしますほよっていうのはどうですか。何それ、マジで引いたみたいな。いや、そんなことない、いいんじゃないですか、キャラクターがあっていいと思いますよ。そうそうそう、ただこういう風に送って落ちたらすいません。あ、本当に、はい、じゃあ送ります。送信、イエーイ。これでなんと応募完了です。やったー、簡単だよ、うんうん、こちら締め切りが、なんとエントリー締め切りは2017年12月31日ギリギリまでやってます。年の瀬しらす、ということで、うん、君も声優になって閃光プラネタゲートと一緒に戦おう。声優になりたい女の子募集オーディション、スクエアエニックスとディアステージがタッグを組んでオーディションを開催。大きな夢を持ったあなたの参加を待っています。歌付き動画で全国どこからでも応募可能。合格者には2018年公開予定のコンテンツへの出演が決定。さらに電波組インクもいるディアステージへの所属も。そして業界の一線で活躍する方々があなたを全面的にバックアップ。皆さんの応募お待ちしています。